はい、特訓チャンネルです。はい、今回はモコアワシェイクを作りたいと思います。用意するのはモコアワシェイクと皿とハサミです。じゃあ早速開けてみましょう。味はグレープ味です。開けるとこうなっています。カップ1個とこの袋が1個です。忘れてた。はい、水も必要です。はい、まず水を入れます。これぐらいです。そしたらここをほら、納豆みたいな人ビヨンビヨン、こう切ります。そしたら中身があります。白い粉とストロー、あと1番目の粉、2番目の粉です。では、まずこの1番目の粉を入れていきます。そしたら、まずこのまま混ぜます。そしたら2番目の粉を入れます。どんどん膨らんできました。飲んでみましょう。おいしいです。次は入れて冷蔵庫の中に入れて固まるんです。いいよ。はい、こんにちは、特訓チャンネルです。前のモコアワシェイクの2番の続きです。固まらせたらこんなに固くなりました。では早速食べていきましょう。固固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 、おいしいです。終わりました。皆さんどうも最後まで見てくれてありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。また見てね。